これが前回ゲットしたペローナ。普通のね、あの舌出てないペローナ、こいつ舌出てるけど舌が出てない普通のかな、ノーマルペローナか、ノーマルペローナで、今回はねマジで本当に本気出して舌出しペローナ、我らがベロ出しペローナを手に入れたいと思います。ということで早速ね上げていこう。見てこれ、このペローナの出来やばいっしょこれ。俺ペローナ超好きなんだよね本当に。もうワンピースってか、もうアニメ世界漫画界の中で女性キャラで一番好きなのペローナ。このペローナ今回は重いやつゲットしてきたよ。これ絶対出るでしょ。もう頼む。このね見る、この舌出しペローナ、これがねどうしても欲しいんだよねマジで。これ出たら発狂だろ。ということで、ね、このこれが前回当たった普通のペローナだと、ロビンとナミもいるんだけど、まあペローナが欲しいよねやっぱり。うん、ということでゲットしようぜ、舌出しペローナいっちゃおうぜ。よっしゃ頼むぜ。俺もうね、よっしゃ、俺の見聞色が火を吹くぜ今日は。もう絶対分かってんだよね、中に入ってんのはもうペローナだってことは。よっしゃ、いったれいったれ、頼むペロ、違うな、絶対違うなこれ。終わったー、波っぽくねこれ。うわ波だ、マジかマジか、そうだもん長くついてるな、ちくしょ、マジか波か。うわ待って、あげるか、ちくしょ、なんでこのぐるぐる巻きのミーナンされてんだ。これ重かったのに、俺本当当てになんねえな。何が俺の見聞色が火吹くよな。全然お前、消えてんじゃねえか、もう火吹くどころか、お前。まあいいや、開けよう。まあ波もね、好きだからいいんだけど。おっと。これ白押しバージョンも作ってほしいな、どうせなら。おぉ、クオリティ高え。なんかこれクオリティ高すぎんだろ。すげえな、じゃん。よっと。波登場、波。え、めっちゃクオリティは高いんだけど、もう爆乳すぎねえ、ナミ。ちょっと。こんな爆乳だったっけ、ナミって。すげえな。いや、でもペローナじゃねえ。くそー。いやー、ショック。あ、ここにかけるんだね。くそー。まあ、ナミでした、今回はね。まあ、こんなこともあろうかとね、もう一個買ってきてあるというね、この。デレレレン、ダン。もう一個買ってあるんだよね、これ。これこそペローナだろ。俺の見聞色が火を吹くぜ、パート2。いや、絶対火吹くぜ、これ。よし、このペローナ。見ててくれ、みんな。絶対出るぜ。この、俺のね、この剣武色きたー、俺の剣武色。いや俺の覇王色使うか、覇王色、よっしゃ俺の覇王色。いやもう意味わかんなくなってきたけど、よし頼む頼むぞ頼むぞ、きたペローナ、絶対ペローナ、これペローナなんだけど下が似てるかどうか。よしみんな行くぜ、みんな行くぜ、みんな行くぜ、頼むぜ頼む、絶対ペローナ。よちょっと待って、ゆっくり開けていこうぜ、ゆっくり。あやべえ、今日も手汗ぽね。ちょっと待ってくれよ、頼むぞ、下で出てくれペローナ、あっ勘弁しててくれペローナ、頼むぜペローナ、ペローナ頼む、ペロ、いやマジこれマジね可能性あるよ、ペローナだから、まずはペローナだから、ペローナだから行っちゃおうぜ、行っちゃおうぜ、バン。あーくっ、お来た、ペローナ来た、来た、違ったと思った、来た、みんな来たぞ、来ました、ベロナスペローナ、やったぜマジで来たー、マジか、心臓止まった今一瞬、危ねえ、心臓止まった、やったぜ、やべえこれもうかっこすげえ、うわクオリティ高っ、舌出しペローナゲッツです、やったぜこれマジで、見てくれこれダブルペローナ、やったー、これ舌出してるだけなんだ、違うの他全部同じだ、ポーズも全部同じだね、やったぜ、よかった、2つ買っといて、一応ね重いの2つあって、これで俺重いんだけど、いや俺当てになんねえからな、やっぱ2つ買っといてよかったわ。いや来たペローナ、見てこの舌出しペローナ、やべえ、パーフェクト、これパーフェクトだね、もう100点満点中100点だな、これ。いやもう1000点だね、もう1万点、いやもう一計点、やばいわこれ、いや無料対数だねこれは。いや来たわこれマジで、見て舌出しペローナ、ピンボケしてないかな、ちゃんと映ってるかなこれ。いや来たー、ということでちょっとね貼ってみようかな、ちょっと貼るっつうかくっつけてみっか。いやすげえなこれ、よっしゃポッ、今回当たった舌出しペローナで、これは前回のだけれども、いやでも前回のもいいね、こう見ると、うん、あ前回のもいいわ、なかなかかっこいいよ、ほらほら、なかなかいい感じじゃない、ほらじゃん。でナミね、まあナミはね、うん、まあ嬉しいねナミも、いやでも安心、これでよかった揃えて、舌出しペローナゲットできました。ありがとうみんな。センキュー。ありがとう。いや、これみんなのおかげだわ。このみんなのね、念の力が来たわ。いや、来たー。マジで嬉しい。これもう一生の宝物にしよう、これ。マジで。でもね、拙者としてはね、
拙者としてはね保存用、鑑賞用、実用用に3種類欲しいところなんだよね。やっぱトッシーの言う通り。いやいいね、ダブルペローナ、じゃんじゃん。いやいいね、やっぱペローナ最高だわ。これ至高のキャラクターだからいいね、これしししし最高。ということでね、まあ一応ナミもゲットしたんで、まあこれで3つかな。これでいろんなものがかけられるね。鍵っていうね、全部鍵っていうね、このよし、ということで今回ペローナ全部揃えれたんで、全部使う2種類ね。よし、よかった。よし、これまあね、飾ってまあ楽しむことにします。ということでペローナ、下出しペローナゲットでした。またね、違うのあったら買ってきます、そのペローナグッズ。ということで、またね、違うペローナグッズでお会いしましょう。ということで、バイバイ。